もリズムデザイン TV です。今回の動画はこちらです。これ循環呼吸って言うんですけど、口から空気を出し続けることができるという管楽器とかの演奏技術なんですけれども、この循環呼吸をなかなかマスターすることができないという人がいるらしいので、今回は僕なりにちょっとその練習方法を考えてみたので、それを動画で紹介していきたいと思います。用意するものはこちらです。水の入ったコップとストローと、ペットボトルを切ったやつなんですけど、こういうなんか水を入れれる容器があるといいですね。では始めていきます。最初に言っておきますが、この練習方法は僕が勝手に編み出したやつなので、鵜呑みにはせずに、循環呼吸をマスターするきっかけというかコツを掴んでいただけたなら、この動画を作った甲斐があるなと思っております。工程が3つほどありまして、最初にするのはこの水の入ったコップの水を口に含んで普通に呼吸をするということです。それでは始めていきます。どうでしたか？これが確実にできるようになったら次の工程に行きましょう。次は、口に含んだ水をできるだけ長い時間かけてゆっくりと吐き出すということです。ではやっていきましょう。いかがでしたでしょうか？だんだん怪しくなってきましたね。あと最後の工程があるので大丈夫です、別に変な動画ではないので。で、最後は、1と2を組み合わせるんですけど、やっていきましょう。僕が何をしていたのかと言いますと、口に含んだ水を吐き終わる前に息を吸っていたんですね。では、失敗例をちょっと取ってみます。大げさな失敗例でしたけれども、口の中の水を出し切ってから呼吸をしてたら、もう循環呼吸ではなくなってしまうんですよね。ここで水を使ってますが、水っていうのは吐き出す、実際には吐き出す空気のことなんですよ。で、それをあえて水にしたのはこう感覚がつかみやすいかなと思ったからで、吐く息だと思ってください、水のことは。それでこの練習をすれば
何かコツつかめるんじゃないかなと僕は思っておりますが、いかがでしょうか。最後に僕が編み出した練習法のポイントを押さえておきます。一つ目は、口に含んだ水を吐き終わる前に息を吸うことです。二つ目は、口から吐く水のスピードをできるだけゆっくりするということです。なぜゆっくりするかと言いますと、息を吸う時間を稼ぐためです。そしてそれに慣れてきたら、このコップに水を入れてストローで循環呼吸がやれるようになると思うので、何かコツとかきっかけがつかむことができたらいいと思います。今回の動画は以上です。それでは。